フルアーマーガンダムの背中のパーツ、踏み入れ処理、それから艶消し処理、それからウェザリングマスターでの着色まで完了しました。今から、組み立てていきたいと思います。組み立てていくパーツはこんな感じに仕上がってます。ウェザリングマスターでの処理まで済んでますので、最初の切り出した状態から比べると結構雰囲気変わってるかと思います。今からこちらを組み上げていきます。ガンプラ製作の工程もいろいろありますけれども、やっぱりこうやって組み立てていくときが一番楽しいですね。で、まあ今更かもしれないですけれども、まあ、接着剤なしでこうやって組み立てていけるっていうのはやっぱりなんか、すごいことですよね。なんか前はすごいシンナー臭くなりながら接着剤使ってましたからね。サクサク組み立てていきます。まあ、なかなかかっこいいですね。組み立ててる最中から、まあ、こんな感じとかかっこいいですね。まあ、まだ組み立ててる最中ですけども、やっぱかっこいいですね、こういう、こんな感じに仕上がってます。これかっこいいっすね。うわ、結構実は重たかったりしますね。うわ、でもこれかっこいいパーツ、かっこいい、マジかっこいいっすね。おお、できた、できました。かっこよくないですか。めちゃめちゃかっこいいですね。これはかっこいいですよ。どうかな、どう見せるかな。こんな感じですね。これがここが背中にこうつく感じですね。正面はこんな感じです。こんな感じですね。いや、これはかっこいい。こんなに背中の、まあ、ランドセルって言われてる部分のパーツですけども、こんなにたくさんのパーツで組み立てたのは、ガンプラ作ってて初めてですね。これはかっこいいですよ。この後ろの、この感じもかっこいいですね。これはかっこいいぞ。こんな感じにできました。いやー、これはかっこいい。それでは、この背中の、まあ、パーツを本体に、本体のこの、フルアーマーガンダムに合体させたいと思います。まあ、これを合体させるとだいぶこう完成に近づいてくるんですよね。よっしゃ、はまりました。ぐわー、これはかっこいいですね。これ、おー、ちゃん、しかもちゃんと立ちますね。もうさっと立ちますね。こうなんかバランス取るとかいうことじゃなくて、スクッと立ちましたよ。これ、じゃーん。うおー、かっこいいっすね。いやー、マジにかっこいい。これはすごい満足度がありますよ。これすごいな。
あ、でもちょっと後ろになんか重心が感じですね。こんな感じです。かどうすか、切ってあげて。いやいやかっこいいですよ。こんな感じです。こんな感じですね。どうすか、これまだデカール綺麗に貼ってないですからね。まだその状態で、うん、こういうこのかっこよさですね。いやー、またこれにねシールドがついたりしますので、いやー、いやちょっとこれは想像以上に完成図もまあ箱だとか設計図の写真で見てはいたんですけども、いやー作って実物見るとこれはすごいですね。この完成度すごいですよ。いやーかっこいい。いやーもうこれはちょっとめちゃめちゃ満足しますね。いやーなんです、この角度いい。あ、ちなみにここはこの中ちょっと赤いと思うんですけども、ガンダムマーカーでちょっと塗りました。ここに関しては。これがミサイルポットで、これが大型ビーム砲。で、これがエネルギーパックですね。で、ちょっと後ろ向いて、この2つがロケットブースターになりますね。いやー、後ろ姿もこれどうすか。いやー、かっこいいっすね。いやーこれはかっこいいわ。うん、ちょっと感動ですね。まあ、この後はまた2連ビームライフルとか、あとシールド4つですね、はい、の制作に入っていきたいと思います。いやーこれは今日はなかなか、うん、大満足な感じになりました。